東京では昨日から瓦礫の受け入れが始まりましたが、持ってこないでくださいという抗議の電話やメールが3000件以上、都民だけ、今みんなそんな勝手な憶測で、なんかってしょうがないじゃないか、みんなで協力しなかったら誰がそれどうすんの、力のところが手伝わなかったらしょうがないじゃないですか。みんなもう自分のことしか考えないから、何も放射能ガンガン出てるの持ってくるわけじゃないんだからね、測って何でもないから持ってくるんだよね。東京だってバカじゃありませんよ、それは。黙れって言えんね、そんな。ニュースウォールジャパン。